Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシャです。はい、ということで、本日はですね、6月の13日、土曜日ということでですね、現在朝の8時、9時前ですね、になるんですが、本日はですね、ナイキのエアジョーダン5のトップ3の、発売日ということで、朝から動画を撮っております。まあ、今月1日の動画の中でですね、今月欲しいスニーカー紹介の中でなんですが、まあ、気になる一足としてですね、紹介させていただいた一足なんですけど、これはね、やっぱかっこいいなと思ってて、狙おうかなと。ということでですね、昨日の動画、になってるかなと思うんですが、ダンクに引き続きですね、2日連続で、スニーカーズでチャレンジしたいなと思います。まあ、昨日のダンクと違ってですね、まあ、ジョーダン5の方に関しては、まあ、比較的買いやすいんじゃないかなっていうふうになんとなく思ってるんですが、まあ、特に根拠はありません。なんとなく思ってるだけです。まあ、今年がですね、ジョーダン5が30周年ということでですね、まあ、リリースされるモデルなんですが、まあ、ジョーダン5のですね、メタリックとファイヤーレッドと、あとグレープですか、この人気の3色があるんですが、それを合わせたようなモデルとなっておりまして、いいじゃないですか。で、ジョーダン5で言えばですね、僕はこちらのメタリックですね、これは持っているんですけど、他のファイヤーレッドとグレープっていうのは持ってないんですが、まあ、ファイヤーレッドはねちょっと買えなかったので、この間今回のそのトップ3のね配色自体なんですが、このジョーダン4のですねラプターズっぽい配色かなと思いまして、まあ、それもあってなんかめちゃめちゃかっこいいなと思って、まあ、トップ3系ですね、あんまり僕は買ってなかったんですが、そういういろんなモデル、カラーっていうのがまとまったモデルっていうのは買ってなかったんですが、ちょっと狙おうかなと思いまして、頑張ります。まあ、ちょっとね、2日連続で、スニーカーズチャレンジということでですね、同じような内容になるかもしれませんが、頑張りましょう。ちなみに本日も、寝起きで起きたばっかりなので、頭は回っておりません。全然言葉がね、出てこないんですが、頑張りたいなと思います。昨日のダンクのスニーカーズチャレンジのですね、動画を編集してる時に思ったのが、寝起きってこんなに人って喋れないんだなって思いました、やっぱり。はい、ということでですね、早速スニーカーズの方開いていきましょうか。はい、こちらですね、ジョーダン5 SE と書いてますね。定価が高いんだな、23,650円。伝説的なジョーダン5 30周年を記念した特別なシューズが登場と。ジョーダン5ね、しかもあれですよ、あ、もう始まる、来た。カウントダウンしようと思ったら全然時計見てなかったら一瞬で9時になってもうた。だいぶ焦ってやってもうたんですけど、はい、ですね、まあこういう感じでですね、まあ、今回僕が持ってるですね、このメタリックこっちですね、これと違ってですね、このヒールのところにですね、横のところに、マイケル・ジョーダンの背番号23の刺繍も入ってるんですよ。ここね、普通であればエアジョーダンとね、入った、タグがついているんですが、まあ、今回はですね、その3色ですねの、名前が入ったネームタグがついていると。なんとなくね、今回は買えるんちゃうかなって思ってたりするんですよ。ダンクに比べると買いやすいんじゃないかなと、なんかすごい何の根拠もない自信と言いますか、いけるだろうって思ってちゃってるのはなぜなんだ。昨日よりもですね、ちょっとギリギリに起きてしまったので結構駆け足で、動画を撮ってしまっているんですが、まあ、スニーカーズね、あれですよ、なんだ、もう今回変えたら、まあ、前のファイアレッドはね変えなかったんですけど、もう今回変えたらめちゃめちゃ久々のジョーダン5になりますね。久々のジョーダン5買えるかな。ちなみに昨日のダンクどうだったんですかね、ご覧いただいてる皆さんって。
変えた方多かったのかな。でもコメント見た感じだとそんなに多くないんだろうなっていう気がして、感覚的には前のブラジルよりもしかして少ないかなっていう感覚だったんですよ。でもね、あのコメント見てると、あのちらほらやっぱスニーカーで変えたなという方もね、あのいらっしゃったので、であとその限定オファーですか、来た方も結構ねいらっしゃったので、変えないな俺は。さあ9時5分になりましたね。もう昨日の段階で言えば、このタイミング、昨日のダンクで言えばですね、このタイミングでもう結果が分かっていたんですが、今日遅いですね。この早い遅いって何なんだろうな。でも今回のこのトップ3なんですけど、本当にね、配色のバランスっていうのが僕はすごい好きで、何なんだろうな、黒ベースっていうのがいいのかな。シュータンがパープルでミッドソールが赤になってるんですけど、ラプターズのジョーダン4って逆じゃないですか。ミッドソールがパープルで、シュータン裏とかが赤になってるじゃないですか。しかもヒールもね、ナイキエアになってるので、OG 仕様になるのかな。一応その OG とは書いてはないんですが、ないっすよね。ガッテンが見たいんですよね。で、今思い返したらね、やっぱりステューシーコラボのスピードンケージなんですけど、やっぱりあれもステューシーコラボ、まあ、普通のスピードンケージ2はまあ普通に買えますけど、ステューシーコラボってまあ今も結構プレネもついてて、まあ結構人気やったと思うんですよ。あれを変えたっていうのはやっぱ奇跡的だったのかな。さあ9時10分になりました。いつもに比べるとなかなかのあれですね。あと、あれですね。ジョーダン11の、これですね。昨日、スニーカーズ、やってるタイミングで見たら、26センチまでって書いてたんですけど、コメントにもあったんですが、22センチから29センチまでの展開に変わってますね。昨日の朝の段階でですね、トップ3がなんかその、表示されたりされなかったり、ちょこちょこしてたので、まあ、その辺もスニーカーズの、問題なのかな、バグなのかなとも思ったり、なんだかんだしてますが、すんなりいくかなと思ったけど、なかなかいかへんな。次の狙いはこのジョーダン11の2色ですね。ジョーダン11ウィメンズやったら27ってことは28センチを買えばいいのかな。あ、お腹空いてきた。朝ごはん何食べよう。あ、でもまだいけんのか。わあ、またこれスニーカーズの昨日と同じ無限ループ。また購入できるようになってるけど。ああ、あかん気してきた。ダメ。今めちゃくちゃ粘っております。無限ループな気がしてきた。昨日と同じ気がしてきた。一応これが表示される限りはちょっとやっといた方がいいやろうなっていう気はしているんですが、いっぺんちょっとアプリを開き直しましょう。マルチタスク終了して、まだあるな、出てくるな。この通知を見るのがもうちょっと辛くなってきた。終了。はあ、ただいまの時刻が9時22分ですね。ずっとこれサイズがですね表示されるので粘り続けてはいるんですが、ダメですね。これ多分バグなのかな。ダメです。おっと、
ということでですね、なんで今日帰る気してたんやろな俺。何の根拠もないけど、なんとなくね、今日帰るんちゃうかなって思ってたんですよ。なんとなくこう思ってたんですが、思ってただけですね。うん、思ってただけだ。激震でございます。はい、なんで帰ると思ったんやろな俺。なんか帰ると思っちゃう、思ったんですよ。なんでかね、理由はわかんないんですが、帰ると思っちゃったんですよね。逆にあのスティーシーコラボのスピリドン刑事2が変えたのを奇跡と思うべきなのかな。よし、不転にしよう。はい、ということでですね、本日は、なげやジョーダン5レッドロンの、トップ3ですね、をスニーカーズでチャレンジしてみたという動画でした。ちょっとへこんでます、普通に。一遍寝ようかな。ドンマイという方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、通知もよろしくお願いします。それが唯一の心の救いです。はい。ということで、もし変えたいという方はね、ぜひコメント欄に書き込んでいただければなと思います。はい。また次回動画でお会いいたしましょう。See you later. バイバイ。へこんな。26, any air, my son, you'll be. Get the air, get the match, show me why you're wrong.